閣下、西住三曹が参りました。おお、来たか。ただいま到着いたしました。待っていたぞ。この男です。うん、待ってくれよ。今確か西住とか言ったな。どっかで見たような気がしてならんのだ。ああ、中部方面軍第七空挺団三等陸曹西住隆夫。いや、お気づきになられましたが、例の西住さんへの弟ですよ。火山島調査隊の指揮官として伊吹さんたちを護衛していった。おお、そうか、そうだったのか。西住さんぞ、君の任務は火山島に孤立しているレンジャー特別隊の生存者と連絡を取ることにある。隊長、いつの間にここへ。気がついたか。ネッシーだ。ネッシーがお前をここまで運んでくれたんだ。ネッシーが。ああ。ネッシー、お前がおいどんば助けてくれたのか。すまん。その様子や奴らに見つかったんだな。隊長。そうか、やっぱり無理だったか。そればかりじゃなかったです。ボンコまで角竜に襲われて。何、死んだのか。おそらくは。そうか。隊長、今となっては一か八か奴らの基地に殴り込みをかけるほかなかとです。お願いします。おいどんにやらせて使わせ。バカを言え。いくらお前が不死身でも単身敵の基地に乗り込んで成功するわけはない。しかし、いかん。断じて許さん。ただし俺と一緒なら話は別だ。しかし隊長。何。隊長。お、田尻と伊藤は。何。おお、隊長。よかったな。西住さんぞ。うん、侵入することはなあかん。それにお前が必要と目立っていかんたい。橋場、三方木だ。いよいよ総攻撃の開始かもしれん。ああ、どこへしたねえし。橋場、状況確認。あ、うん、おう、お前、おいどんば乗せてくれとか。それすまんの。どうぞ。隊長、三ヶ岳が突っ込んできます。海面すれすれに。何。それもエンジン停止のままですたい。不時着か。はあ、そのようで。
田蘭家さんがいなくなる。開いた。あの化け物め、生意気に日本語なんぞ使いよって。酸素を特命を受けてただいま到着。ご苦労。おらおら。あ、なんだ。攻撃目標はここと、ここ。うん。時刻は明日の正午。それまでに我々はどっか安全な場所に待機しろとのことです。そうか。いよいよ新兵器が完成したんだな。ボンコ、またお父さんお母さんに会えるの。おいネシ、やめろよ。空軍は日本時間の0時を期して火山島に攻撃をかける予定。本艦もそれに遅れぬよう到着していたい。できるか。あ、全速で直進すればなんとか。課長、この少年が。君は誰か。伊吹満。伊吹博士。ごめんなさい。だって僕どうしてもタケル兄さんが死んだなんて信じられなかったんだ。
だからどうしても会いたくて。どうやら武器庫の中に隠れていたらしいんですよ。ところがトイレに行きたくなって我慢しきれなくなって出てきたところを見つけましてね。一旦本館に乗船した以上、何人といえども艦長の指示に従わねばな。それが海軍の掟だ。はい、どんな罰でも受けます。もちろんだ。ミツル君、密航はあらゆる処罰の中でも重罪に値する。分かってるな。はい、だから早くトイレに行かせてください。よし、君には本館が日本に帰るまでの掃除当番を命ずる。まず最初はトイレの掃除から。かれ、はい。さあ、いよいよ始まるぞ、ミツル君。上空より変態軍接近。よし、おそらく三日岳だろう。ええ、予定通りですね。タケル君たち無事でいてくれるといいが。遅いな。あ、隊長。急速浮上。急速浮上。よ。砲砲発射用意。砲砲発射用意。鶴くんじゃないか。隊長、誰かが緊急脱出口から抜け出した形跡があります。音波砲発射用意。よし。隊長、攻撃は一時停止。直ちに鶴くんの救出にかかれ。待ってください。今ここで攻撃を中止したら空軍はどうなります。作戦は数国を争います。音波砲は指向性が強いと聞いております。洋上の密陸軍には関係ないはずです。どうか攻撃を。艦長、時機を失います。早く命令を。艦長、攻撃開始。撃ち方を始め。ミツル君は無事のようです。オラオラ、ざまみろ、思い知ったか長寿だ。円盤だ。目標を円盤に変更。上角60度5分、左25度。攻撃軍司令官に告げる。即刻攻撃を中止せよ。万一、我々全員が撤退を完了するまで攻撃を続行するなら、地球は破滅する。重ねて言う。我々は今、地球を破滅させるに至る。10億メガトンのウランに次元装置をセットした。もし、
我々の撤退完了までに攻撃を再開するならば、直ちに時限装置のスイッチを入れる。くそ、なんてことを。よし、ついてこい。やつらの基地に乗り込んだ。ああ僕も行く。ほら隊長。おお、無事だったか。おお、よかった。大丈夫になったか。よいしょか、前進。やむを得ん。撃ち方やめ。しかし、撃ち方やめ。奴らをやっつけるよりも、まず地球を守ることだ。隊長！隊長！おお、尾崎！無事だった！尾崎！よかった！尾崎、大丈夫か。よし、前進。お、you
耳の化けも逃がせない。OK。こちらレンジャー特別隊中丸一、ただいま敵の次元装置を切断しました。艦長。よし。目標円盤攻撃開始。目標円盤攻撃開始。